これ、もしかしてさ、向こう側にルナちゃん裸でおるとかいう、そういうちょっと無風な感じにならない？え、テル君、一応、これ過去のテル君やけど、一応主人公やけんさ、そういうラッキースケベでないけどに、あってもおかしくない立場ではあるんだ。こんにちは。ここの、あ、ちゃうんか。ちゃうんか。今の絵の言い方、ちょっと、やっぱりそうかって感じしたやん。ちょっと期待しちゃった。でも期待しちゃったやけど、よう考えてたら、この時のルナちゃん8歳やけん、ロリだな。俺の ストライクゾーンがや、冒頭や。あ。久しぶりだね。お見舞いに来たよ。わ、これだけ見たらめっちゃかっこいいな。テル君めっちゃかっこいいな。もう来ないかと思ってた。そうだよな。なかなか来れなくて、ごめん。今日はゆめみみこは来ないの？ああ、テレビの仕事が忙しくてね。そうなんだ。こんなアシスタントだけ来られても困るんだけどな。そっか、そうだよね。やはり見捨てられたと思っていたのだろうか。無理に納得しようとしているようだ。よいしょ。起きて大丈夫なのか？うん。体を動かすように言われてるから。リハビリ中なんかな？ねえ、お姉ちゃん、お兄ちゃんの名前、なんでお姉ちゃんって歌ね、今。なんでお姉ちゃんって歌ね、今。お兄ちゃんの名前は、なんて言うの？ え？この前、聞けなかったし。ああ、夢見てるって言うんだ。ゆめみこの子供なの？ああ。ふーん。なんかあんまり似てないよね。お母さんなのにどうして先生って呼んでるの？わ、そこ突っ込んでくる。8歳の女の子、そこ突っ込んでくる。いや、尊敬してるからね。ふーん。やっぱり先生はすごいんだ。嘘じゃなかった。先生の能力には憧れを持っていたからな。ねえ、もっとお話ししようよ、お兄ちゃん。そうだな。何を話そう。ワールドカップは？ 4 年前のワールドカップ、どこの大会か分からんけど、4年前やぞ。ちょうど4年前やぞ、お前。ワールドカップの話だろ、お前。ワールドカップは？って言っても俺4年前のワールドカップなんか見てないから分からんけどな。何を話そう。名前について。名前？ルナって名前、珍しいよな。私の名前、ルナは月っていう意味なんだって。そうなのか。俺のテルっていう名前は太陽のテルから作れたって言ってたな。はあ。そうなの？私たち月と太陽だね。おい、なんかそれを聞き返されたら運命を感じます。そうだな。夢見てるって意味で付けられたんだと思ってたよ。その可能性があるのが怖いな。確かにな。でも、もうすぐ死ぬみたいな感じになってるよ。これまでの説明を考えたら、もうすぐ死ぬって感じになってるよ。あ、私、気づいちゃった、わーいわい。もし、お兄ちゃんと結婚したら、私は夢見るなになるんだね。パブ。でっかちゃんじゃ。でっかちゃんじゃ。嫌だな。やめろ。嫌 だなーの言い方がちょっと意地悪だった。告白してないのに振られたみたいに言わないでくれ。夢見るな。共通点について。共通点？
そういえばお兄ちゃんと私同じ位置にほくろがあるね。そうなん？右目の、向かって左の目の左下か。右下の目に、右目の下にほくろがあるでしょ。てるくんはちょっと隠れとうけん分かりにくいけど、私も同じところにあるんだよ。よく見てるな。きっと先祖のところでつながっていたんだね。先祖？何それ。私たちここで出会うのが運命だよみたいな感じで、運命でどうにか歯車を動かそうとしてる女のパターンか。お前はどんなパターンだよ。人はみんなどこへ繋がっていたんだってお父さんが言ってたんだよ。私たちも遠い親戚なのかもしれないね。そうなのか、繋がりね。そういう思考を持っていたから赤い糸の呪いを生み出したのだろうか。死後に作り出されるのは夢だけじゃないんだな。両親について、ここ気になるところやんな。ルナは両親と仲が良かったんだな。うん、どうしたその顔。そうでもないよみたいな感じの顔になってるぞお前。お父さんとお母さんはすごく仲が良くて赤い糸で結ばれていたんだって。あの日でも山の中の湖を見に行こうってドライブに出かけたんだけど、車が事故にあって。え、ちょっと待て、この話題は辛い記憶を思い出させてしまう。話題を逸らさないと。うちはそんなに仲良くないからルナが羨ましいよ。え、先生と仲悪いの？ほら、先生は特殊な仕事だろ。俺はマネージャーもやっているから、親子というよりは使いっぱなしでさ、大変なんだ。そうな、腹束壊さに行ったもんな。店員に見られるちょっと目線がちょっと痛かったんだぞ。へえ、頑張ってるんだね、お兄ちゃん。なんとか話題を逸らせてな。ごめん、お兄ちゃん。やっぱり疲れてきちゃった。そうか、ベッドで横になって。うん。ああ、ちょっと首見えてるし、首見えてるし。はあ。赤い糸が俺にもはっきりと見える。ルナは赤い糸が見えるんだよな。うん。今も首に巻きついてるのがわかるよ。いつから糸があったんだ。夢にお父さんたちが出てきたの。みんなで最後に行った湖の夢。あの夢を見て以来、お父さんとお母さんの赤い糸が私にも巻きつけられるようになったの。そして今も毎晩その夢を見るんだよ。毎晩？うん。あ、オープニング出てきたって、お父さんとお母さんだった、もしかしてこれ。この並び、オープニングでも見たぞ、お前、ルナちゃんを真ん中にして。その夢の中で、私は二人を遠くから見ていることしかできないの。赤い糸でつながっているので、話すこともできない。でも、この首に巻かれた赤い糸を見て、私を連れて行こうとしているのは分かったの。早くこっちへおいでって言ってるみたい。はあ、確かに相談したかったけど、これは看護婦さんたちには見えないみたい。それで先生に手紙を送ったのか。うん。でもまさか来てくれるとは思わなかった。ありがとうお兄ちゃん。あ、テレが多分一人っ子やけ、妹からお兄ちゃんって呼べることに慣れてないから、ちょっとお兄ちゃんっていいなみたいな感じで思っとるだろう。
ちょっと眠くなってきちゃった。もうお休みな、ルナ。ねえ、お兄ちゃん。ん？私、助かるの？あ、もう、ミミコからはちょっと見捨てられてるような感じになってるもん。無理だ、無理だみたいな感じ、サジ投げられてるもん。先生は助けられないと言っていた。本当にどうにもならないだろうだろうか。本当に？これテル君の気持ちがミミコとは違う方向に向かったんやな。助かるよルナ。俺たちユミミの家系はそういう人たちを助けるのが使命なんだ。必ず助けるよルナ。本当？ああ。ありがとう。手紙送ってよかった。この子を諦めさせたくない。知ることなんて初めからルナは望んでいない。行きたいんだルナは。今ルナは眠っている。夢を見ているはずだ。今を取り付いている両親の夢を。もし俺がドリームリンクで夢に入ることができたら、ルナの両親とコンタクトが取れるかもしれない。あ、それあれか、両親にちょっとお付き合いしている挨拶をするのか。まだ悪霊になったとは限らない。俺には赤い糸をつなぐ両親がルナを殺そうとしているようには思えない。ただ心配しているだけなんだ。この世にたった一人残されたルナを。先生にはルナを助ける気はない。俺がやるしかないんだ。俺もユミの家系の人間なんだ。でももしレイに殺されたら。いや、必ず助けるんだ。そう信じるんだ。ルナは助けてくれると信じている。必ず助けるんだ。可能性という力を、可能性という力を、ドリームリンク来たん？何この夢？なんかこれまでの夢とは全然色が違うし。いや、やったぞ。風景が変わった。俺にもドリームリンクが使えたんだ。これがルナの両親の夢。確か最後に湖へ行ったって言ってたな。探してみよう。ってことは湖の近くってことか。これ記憶で作られた夢。本当に森を歩いてみるみたいだ。最後に訪れた場所、これほどまで正確に夢を作れるのか。あ、じわじわ進んでいく。どうなるんだろう。考えを整理しておこう。ルナの両親が成仏すればこの夢ごと消えてなくなるだろう。そこでポイントとなるのは残されたルナの存在だ。ルナが一人で生き残ったために両親は赤い糸の呪いを生み出し、ルナに呪いをかけてしまった。もし俺が説得して成仏させることができれば、夢と呪いは消え、ルナは助かるだろう。俺に霊と戦う力はない。今度ことを取ることでしかルナを助けられない。失敗は許されないぞ。どうにかして交渉で話を終わらせようってことやな。もう戦いになったらもう死を覚悟しな。ネゴシエーション湖だ。来た！ここや。ここのどっかにおるんだろうな。
ここにいるのか。例にあった、まずは敵意がないことを伝えよう。ルナへの愛情を持つ両親なら必ず分かってくれるはずだ。それなんかちょっとフラグに聞こえるんだよな。ルナの話をしたら、お前がルナをみたいな感じで言ってくるのかな。いた。月の光に導かれ水、なんて読むなこれ。湖の面の上にってね、書いて、なんて読む、湖面かな、の上に二人いる。間違いない、赤い糸も繋がっているぞ。縄跳びやるのかな、短いわ。あそこへどうやって近づく。誰だ。わあ近づいてや、向こうから来ました。ありがたいことに向こうから来ましたよ。君は誰だ。今度こそ取れるぞ。いきなりね、行ってみて。いきなりストレートに行ってみて。先手必勝。俺がここへやってきたのは理由があります。赤い糸の糊を解いてください。呪い。そうです、ルナは呪いで苦しんでいるんです。あんな首に何重にも巻きつけられて、あなたたちはルナを殺すつもりですか。ルナを殺す、何の話だ。え、まさか自分たちが呪いをかけていることに気づいていないのか。ダメだ、呪いとは別の言い方をしないと。あ、戻ってきました。やっぱ挨拶をしないといけませんね。挨拶から、人間は関係というのは挨拶から始まりますからね。そうですね、大切ですよね、それ。大切な何か呪いを解いてくれた。テル君、お前はバカなのか。俺は意味を見てると言います。そうだよそうだよなまずはお前は誰だって話になるよ、何もこうからしたら。そうだよな。ルナにかけられた赤い糸を解いてもらうためにここまで来ました。夢見てる、ルナを知っているのか。はい、赤い糸で彼女は苦しんでいるんです。どうか彼女に巻いた赤い糸を解いてください。ルナ、あの子は一人で生き残ってしまった。私たちは心配なのです。一緒にいてあげたい。もう一度愛情で包んであげたい。やはりあなたたちはルナを愛情の形なんやな、やっぱ。でもあなたたちはもう死んでしまった。一緒にいたい、その気持ちはわかります。だけどもう世界が違うんです。このままではルナを死の世界に引きずり込んでしまうことになる。親であるあなたたちがルナを手にかけることになってしまう。それじゃあルナがかわいそうだ。愛情なのはわかるけど、苦しんでんだよ、ルナが。なんだこの心臓の発作みたいなのは。動揺している、もう一押しだ。成仏してくれ、ルナのためにも。あなたたちは成仏してください。それが生き残ったルナのためなんです。成仏。ダメか、何かをためらっているのか。他の言い方をしないと。ああ戻ってきました、赤い糸。ルナの赤い糸を解いてくれますね。彼女は生きたいと願っているんです。条件があります。なんだ条件って。あの子を幸せにしてやってくださいってことか。望むところです、お父さんお母さん。僕が
あの子を一生支えていきます、幸せにしてみますから。え、夢見てる。赤い糸をルナとつないでください。赤い糸、俺がここでつながるんじゃ、ルナちゃんと。これは私たち夫婦を引き合わせた赤い糸、とても神聖な糸なのです。そして約束してください、決してあの子を一人にしないと。私たちはもう行かないといけない。だから生きている君にしかルナを託せない。わかりました。それでルナが助かるのなら。ありがとう。成仏していく。あれ、夢が消えてない。どうなったんだ。おお、この題名でつくんか。赤い糸が。これはつまりもうルナは呪いから解放されて助かったということか。両親の霊がいない、終わったんだな。成功したんかな。これで終わるんか、これでいいんか。ルナの両親もきっと分かっていたんだ。自分たちを引き合わせた赤い糸がルナを苦しめていたことに。そんな時に俺が現れた。死者が思いを託せる存在、夢見の家系。俺にルナを託し、両親の霊は成仏できたようだ。初めてドリームリンクを使ったけど、ルナを助けることができたんだ。成り行きで赤い糸の術者の権利を受け継ぐことにはなったけど。先生に一歩近づくことができた。でもそれが何かきっかけで色欲の呪いの話になったんじゃん。ルナ、起きろ。ルナ、消えてる。首ないぞ。首の赤いやつないぞ。何どうしたの。ルナ、もう大丈夫だよ。え、もう呪いを抑えることはなくなったんだ。どうして。俺が夢に入ってルナの両親と話したんだよ。そうなの。ああ、ルナの両親は心配していただけだったんだ。ルナへの愛情が強すぎて濡れをかけてしまっていたんだ。うん、先生が言ってたね。本当にそうだったんだ。それと赤い糸を俺とルナで繋ぐことになったよ。どういうこと。呪いは消えていないの。ああ、赤い糸の呪いは消えていないよ。両親と話してルナのお一人にしないって約束したんだ。一人で残されるルナのことを心配していたからな。だから俺は赤い糸の呪いを受け継いだんだ。決して君と離れたくないとかそういう話じゃないよ。勘違いしないで。うわぁ、気持ち悪い。今気持ち悪いって言うたな。ルナをうちで引き取り入れるか先生に相談してみるよ。このまま退院してルナと俺が離れてしまったら約束が守れなかったからな。あ
赤い糸ってお兄ちゃんと赤い糸をつないだの？え？そうだけど。なんか恥ずかしいね。おお、やっぱ年頃の女の子か。え？そうか、なるほど。そうだね、今頃はかなるな、お前も前々から思ってた子だろうが、お前俺はそういう感じで思ってたぞ、お前。必死だったから忘れていた。赤いとか、普通は恋愛的な意味で使えるよね。なんかお互いに思いが通じ合ってるような仲の時に使われるよね。変に意識してまうのはまずいな。その後、ルナは夢見家に引き取られることになる。よしってことか。俺がドリームリンクで夢に入ってこと、ルナを助けたこと、赤い糸をルナと繋いだこと、俺の行動のせいでルナを養うことになるけど、命には代えられないと思った。きっと先生は分かってくれると思っていた。あ、それなんかちょっと思っていたけど、反対されたみたいな感じで流れになっちゃうよ、その言い方。いやー、そのいい、だがって文字出てきて、その顔出されたらもう、その目つき、その目つきなんなん？